クローゼットステーション、グッドモーニング目覚ましなったら、グッドモーニング晴れても雨でもいつだってどこだって電波の外れで待ち合わせ。おはようございます。ゴーゴーのサレーナ YouTube 版です。2023年5月17日水曜日、いかがお過ごしでしょうか。この番組は私のサレーナが平日ほぼ毎日 YouTube でお届けしようかなと思っているおしゃべりと歌ウクレレの3分番組です。平日朝7時半更新、24時間くらいで当日のラジオ非公開となります。その日のラジオ、その日のうちにお聞きください。最近掃除をするのに、掃除機でもクイックルワイパーでもなく、ほうきを使うのにハマっています。ということで本日も張り切ってまいりましょう。写真です。ホットドッグ作ってみたという写真です。パンを焼いて、ウインナーを焼いて、レタス、野菜を入れて、ケチャップ、マスタードを添え、そして上からマヨネーズをくるくるくると垂らした、そんな簡単なホットドッグです。ただこれだけなのになぜかめちゃんこ美味しい、ホットドッグ、好きな食べ物の一つです。テレビコマーシャルソング、ウクレレの旅。今日は1971年昭和46年のテレビコマーシャルをウクレレでカバーいたします。1971年、あるある知りたい。マクドナルドの日本1号店が銀座にオープンということで、今日は資生堂口紅ラブリーユーのコマーシャルソングです。歌は加藤和彦さんだと思われます。ご出演は出口モニクさんだと思われます。すいません、ちょっとコマーシャルによって分かる情報がちょっと絶妙でして、確信がないんですけど、多分そうじゃないかなという感じです。ということで、ノスタルジックな春のコマーシャル、ウクレレでカバーします。聴いてください。ラブリーユー、ラブリーユー、ラブリー、ラブリーユー、ラブリーユー。資生堂口紅春の新色、テーマはラブリーユーなのです。ラブリーユー、ラブリーユー、ラブリー、ラブリーユ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 ー、ラブリー、ラブリーユー、ラブリーユー、ラブリーユー、ラブリー、ラブリーユー、ラブリーユー、ラブリーユー、ラブリー、ラブリー。あなたはラブリーなのです。また明日お会いしましょう。ごきげんよう。さよなら。